梶谷慶三造は日本の政治家。北海道森町町長,長。東日本大震災時は青森県三沢市にいて3日間も連絡が取れない状況だった。上の経験をしてきたので森町町長選では災害に強い町づくりを呼びかけた。そして公約は停滞調整の刷新、対立から協調前進。明日へつなげる緑と海森町だった。 2016年10月11日、任期満了に伴う森町町長選に、無所属現職で立候補し午後5時の時点で他に、立候補届を提出した者がおらず、無投票で当選した。今回も元町議の加藤玲子を、講演会長にし、森町を考える会も支持した。当選会見には、北斗市長をはじめ立て市長、役も町長、 おしゃまんべ町長や道南の副町長など市長が集まり、異例ではあるが祝福を受けた。また当日は、七江町で活動し、午後から江差市長で活動していた民進党の笹田博志同議や民進党、大阪政治衆議院議員の秘書なども駆けつけた。さらに、梶谷町長は台風1号で森町や鹿部町、薬雲町、おしゃまんべ町などが面している。 噴火湾でのホタテ被害を道などに支援を要請するなど道南の主張の中でもトップになり率先して活動したことを評価されていた。1期目は中学生までの医療費無償化や2人目からの子供に対しての幼稚園や保育園の費用無償化を行った。2期目は町離れを防ぐための対策を実行することや、沢原幼稚園の改修工事、高齢者施設拡大計画をする。 2020年10月6日、森町長選挙に出馬、新人2人に、現職1人の3人が立候補した。後援会会長は、今回も元町議の加藤玲子氏が務め、堀合氏など、町議も多く支持した。また前回、前々回に続き森町を考える会が、梶谷候補を推薦、支持した。 初日は事務所のある三ゆ町から始まり、地元の佐原地区や赤井川地区、駒ヶ岳地区、濁川地区など全町内を幅広く回り、街頭演説も何度も行った。2期8年で行ってきた幼児教育無償化、18歳以下の医療費無償化、福祉政策について訴え、3期目でさらに新たなことを実行したいと話した。また、豊かな農作物などを、 もっとアピールしていきたい。水産については、不良や養殖がうまくいかないことについて、さらに支援していきたい。コロナ対策もさらに行い、生活支援策を考え実行していくこと。議会との協調を再び行い、再び議会と一体となり、住みやすい森町にしていきたいと訴えた。今回の政策、港湾整備や森町内の幼稚園、保育園の改修。 老朽化が進む森中学校の大規模改修工事や森館内の小学校の耐震工事を行い住みやすい町づくりを計画している。10月11日3346票を獲得したが新人の岡島康介氏に365票差をつけられ敗れた。10月16日森町役場を退職。ありがとうございます。